とほー、こりゃいい湯じゃわ。気持ちいいですね。ほんと魂が抜け出しそうなくらい。はあ、戦いの傷が消えていくようです。じゃのう、戦術も見事じゃし、湯量も湯加減も文句のつけようがないわい。あれなんか体がバチャバチャするでないわ。ベルベット、マナー違反じゃぞ。そうじゃなくて足がつかないのよ。で、私の体がフィーになってる？ああ、私もろくろうに。何なのこの筋肉。わしも憧れてたくらい背が高くなっとる。どうなっとるんじゃこりゃ。この戦闘のスペシャル効果にゃ。あまりの気持ちよさに魂が抜け出て体が入れ替わってしまうことがあるのにゃ。鼻炎風も猫人と入れ替わっておる。ということは、私たちの体は？ややこしいことになったな。どうしよう。胸に浮き輪をつけてるみたい。アイゼン、これもお前のせいか？こんなバカバカしい死神の力があるか。大方猫人の悪ふざけだろう。さすがアイゼン、落ち着いてるね。この程度は慣れている。昔妹をよく風呂に入れてやったからな。そうなんだ。ま、とりあえずいいか。湯加減は最高だしな。言い訳ないでしょ、六郎。今すぐ目をつぶってください。大声出すなよ、エレノア。お前の体なかなか動きやすいぞ。多少尻が重いが。何を言ってるんですか。ちょ、立たないでよ、エレノア。まさかずっとこのままということはあるまいの。心配ないにゃ。銭湯から出れば元に戻るにゃ。じゃあ全員さっさと出るわよ。ややこしすぎて疲れる。一ついいか。さっきから猫人が俺たちを凝視してるんだが。中身は鼻炎風よ。一発殴っておいて。承知。せっかくいい湯だったのに、もっとゆっくり入りたかったな。却下です。それからみんな、さっきの記憶は消してくださいね。どういう指図だ。無茶言うなよ。消してください。おう、わかった。努力する。やれやれ、絆を強めるどころか溝が深まったの。聞いたわよ。あんた、ずっと目隠ししてたんだって？うん。まったく、あんたは。いいでしょ、僕がそうしたかったんだから。はいはい、いいわよ。私は目隠しなんてしなかったけどね。もう、なんでそういうこと言うの、ベルベットは。